皆様ようこそお越しくださいました、善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ことぶき屋さんから発売しておりますフレーマームズガールステレット XF3 プラスでございます。また発売から結構経っちゃった商品ではあるんですけれども、実はこのキット予約を受け付けるちょっと前まで私自身 XF3 持ってなかったものですから、欲しいなと思いつつ、いろんなショッピングサイトを見てもちょこっとプレネばっかり存在してまして、まあ、これを買おうかどうしようか悩んでた時に、このステレット XF3 プラスという商品が予約を受け付け開始しまして、喜びさんで注文しました。で、喜びさんで注文しておきながらご紹介がちょっと遅くなってしまいまして、完全に買って満足して持ってることを忘れておりました。またしても遅きに逸した感はあるんですけれども、このキットも今回じっくりとご紹介していきたいと思います。で、パッケージですけど正面がこんな感じになっておりまして、細々と公式サイトあんまり詳しく拝見はしてはないんですけども、横にも書いてあります、 XF3 プラスですね。多分このプラスの要素というのが右上にあります、この素体頭部選択式、こういったところがもしかしたら XF3 から比べてプラス要素なのかななんていうふうに勝手に思っております。まあ調べればわかることなんですけどね。で、このスティレットのイラスト、主に肩周りとか背中、こういったところが強化されてる感じになってますね。で、箱は正面は同じサイズなんですけども、厚みが結構あります。で、側面の方がこんな感じになっておりまして、塗装済み完成品のフロントとバック。まあ、ステレット普通にかっこいいキットっていうのもあるんですけれども、この素体頭部をつけた状態の XF3 っていうのもなんか普通にかっこいいですよね。で、その隣が手前にずらっといろんな武装類が並んだもの、素体頭部選択式と書いてあります。で、その隣が総裁少女庭園とモデリングサポートグッズとのコラボ。改めてこうやって見ると、ステレットって総裁少女庭園のボディと親和性高いですね。なんか剣術やってる女の子感が出てると思います。で、右パチがいつものようにデカールすら貼ってない元総パチ組の写真。で、この状態のカラーっていうのはおそらく無印ステレットと同じですね。ちょっと遠いんですけれども、肩のこの羽の部分、これ成形色が青なんですけども、こちら黒になってたり、あとはこのすねの部分のウィングですね、この上の部分、青い成形色なんですけども、ここ上ちょっと白くなってたりと、まあこういった非常に目立つところは今回の作成塗装しておきたいなと思っております。で、手前がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら、付属するフェイスパーツは3種類、通常顔、叫び顔、ドヤ顔。アニメ版のフレーマーズガール見てるものからしますと、このドヤ顔っていうのがすごく似合う気がするんですよね。で、付属する水転写デカールはこのぐらい、主には506の数字とこの X みたいなもの、あとはシマパンのデカールとアイデカールってとこですね。先ほどもお話ししました通り、ウィング部分の白い部分とかはないので、あそこについては塗装が必須って感じですね。で、あとは注意書きとなっております。では中身の方もご紹介していきたいと思います。こうやってスティレットの XF3、まあもともと人気のあった商品だと思うんですけども、こういった割と初期組のプラキットが出てくれると、フレガのアニメまた放送してほしいなぁなんて思うんですよね、新作の方とかを。まずはこちら。主には頭髪パーツですかね。前もって説明してみたんですけど、このランナー結構余剰パーツが多かった気がします。で、反対側が、まあ、ハンドミサイル的なものですとか、ガトリングの方針の部分とかがあります。で、次こちらが、すねの部分とか、これは無印ステレットの5のブースターのパーツですね。今回 XF3 だけではなくて無印のステレットも作成できるようです。で、これがハンドガン的なもののパーツがですね。で、こちらが肩の、これドローンって書いてありましたね、のパーツとか、重心の部分。で、反対側にも、こちらにもガトリングガンのパーツがあります。で、次こちらの方が、腰部とか、この辺はこれもしかしたらゴーライとかのレールガンのパーツっぽいですね。で、反対側に黒いスカートのパーツがあります。で、こちらの方が、ステレットの頭部飾りの部分とか、反対側にペールオレンジ、肩とか首とか、太ももの接続のジョイントですね、多分。で、こちらの方が、これ腕の部分のカラー再現とか、膝の部分のパーツですね、同じランナーが2枚あります。で、こちらが、今回のヘッドギアなし頭部のものですがね、の頭髪パーツとポリパーツ。で、こちらの方が、すねのウィングですね。やっぱりこれ、青成形色だけなので、この上のところとか白く塗っておきたいです。これも同じランナーが2枚ですね。で、こちらの方も、頭髪パーツ。多分これが XF3 用の頭髪パーツって感じですかね。で、こちらにハンドパーツ。5種類。で、こちらにも、ステレットの長い髪の毛。一部余剰パーツもあると思いますけれども、頭髪パーツ結構多いですね。で、こちらの方が、これが、これ膝の上側のパーツとか、反対側にこのウィングのパーツとかがあります。で、こちらがフレッシュの太もものパーツと、こっち側がおパンツの部分とか、首元のフリルのパーツがあります。で、こちらがフレッシュのボディ部分とか肩のパーツ。反対側が、ちょっとこの状態だとわからないんですけれども、こういったちっちゃいレリーフのとことかもスミルするとかっこよくなりますよね。で、こちらの方が、展示ベースの土台の部分と、これは腰部ですかね。で、こちらが手首の可動軸ジョイントってとこでしょうか。で、あとはこちらの方が、これはかかとの車輪とかですね。これも同じランナーが2枚あります。で、次にこちらが担保資産済みのフェイスパーツ。
やっぱりこのドヤ顔っていうのがいいですよね。ふふんみたいな感じになっております。で最後こちらがデカールシール、ステレットといえば506とか、あとこの島パンデカールがあります。キットはこれで以上となります。通常の XF3 も含めまして、 XF3 初めて今回購入したんですけれども、単純にこの XF3 の携帯だけではなくって、無印ステレットもキットで再現できますので、そのせいもあってキットの分量としてはなかなかのボリュームとなっております。そして最後作り方の説明書、スリムアームズガールステレット XF3 プラス。いや、このタイミングで XF3 プラスの状態で出てくれて本当に嬉しいです。プレーンで買わなくてよかったです。中の方に参りまして、塗装済み完成品の写真、無印を持っているものからしますと一発で分かるこの肩の豪華さ、背中のバックパックの巨大さってとこですよね。手肩についてはこんな感じでドローンとして飛ばすことができるようです。で下に兄貴ステレットの説明があって、次のページがちょこっと注意書きが書いてあります。で次のページがパーツリスト、主にはこのパーツ A、 頭髪部分ですか、無印ステレットと同じ金型のせいもあって結構な余剰パーツがあります。あともちょこちょこと余剰パーツがありますけども、全体としてもなかなかな分量となっております。で次のページから作成が始まりまして、まずは頭部の組み立て、こちらについてはヘッドギアありなしになってますけども、上の方にお好みの状態に合わせて読み進めてくださいとありますけども、どちらかしかできないようじゃなくて両方ともできるものだと思っております。でまずツインテールを作った後でヘッドギアあり頭部の組み立て、ベースの構造は無印とそんなに変わってないので特にどうってことはないですね。この顎の部分、この T の6番のパーツ、これが結構ちっちゃいのでフェイスパーツの交換というか結構大変なんですよね。でここに書いてありますけども、干渉を避けて取り外すって書いてあります。で次がヘッドギアなしの頭部の組み立て、まあ、これが XF3 プラスのプラスの要素ってとこですかね。で次に胴体の組み立て、この辺の構造については当時品をそのまま踏襲してますので、肩については前もって差し込んでからはめ込むって感じですね。で胸部についてはメカニカルなパーツを作って装着、で次に腹部を作っていってスカートパーツ分割して稼働しますを作成して、おパンツ部分を作って全体を連結して胴体の完成。で次のページで右腕の作成、左腕の作成、で次に膝の部分を作っていって、まずはこちらの方で右足の作成ですね。で次に左足の作成をしていって、左足が作成したら今度は肩のドローンですね。これもなんか単純な成形色一発っぽいので簡単に塗れそうなところがあれば塗っておきたいなと思います。で次にハイブブースターの組み立て、この完成イメージなんかシューティングの時期みたいでかっちょいですね。でこの中に機種部分を作って左右のブースターを作って連結、で次のページでステレット XF3 の組み立て、腕部にドローンとウィングを取り付けて脚部を接続、でハイブブースターちょっと向きを変えて背中に装着、頭部を接続して XF3 の完成になります。で次に展示ベースの組み立て方と使用方法、で次が武器スマートガンの組み立て、こういった武器いろいろありますけど、この逆手に持つっていうのはかっこいいんですよね。で次のページで大型ガトリングの重心を作って、まずは大型ガトリングが完成。で次ガトリングガン、これは無印のステレットにあったものですね。であとはミサイルの組み立てとブレードの組み立て、で次のページが各武器の持たせ方、スマートガン、大型ガトリング、ガトリングガンと書いてあります。でギミック、ハードポイントの取り付け方法とか、こちらガトリングガン、大型ガトリングガンの重心の交換なんてあるんですね。でミサイルの取り付け、ブレードの取り付け、ドローンの分離形態とか、でハイブブースターについては変形させることができて、こんな風に機種を起こした後でその下にこんな感じランディングギアを取り付けることができるようです。でさらにハイブブースターのドローン型への組み替えとか、でここからですね、ステレット状態の組み替え、 XF 特有のパーツを全て取り外して、で次のページで無印スティックの胸部パーツとか、今となった懐かしいハイブブースターを作って各パーツを取り付けて、頭髪パーツも作り直して、これで無印ステレットの完成になります。でハンドミサイルの組み立てが載ってますね。で最後のページがカラー&デカールガイド、まあ、ブルーとかについてはそのまま成形色使う予定なんですけれども、やはりこのウィングとかの周りですね、ここについてはかなり目立つところですので、なるべくこの通りに塗装しておきたいなというふうに思います。で最後のページも同じくカラーガイド、これはどちらかというとこの武器類というか武装類のやつですかね。このハイブブースターのドローン型についてもなんかこんな写真が載ってるぐらいなので、結構細かく塗り足しが必要かもしれないんですけれども、まあ白とか黒みたいなはっきりしたところはなんとか塗っておきたいなというふうに思っております。説明書以上こんな感じですね。では早速作成して完成品の状態ご覧いただきたいと思います。
何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。で、まず結論からなんですけれども、今回の XF3 プラス、武装用の頭部と素体用の頭部2つができるわけではありませんでした。ちょっと残念ですね。まあ素体用の頭部につきましてはここにも今置いてありますので、後ほど改めてご紹介するとしまして、まずは付属品や交換パーツの方からご紹介してまいります。まず左の奥の方、いつもついてくる簡易的な展示ベースですね。高さと角度を変えることができるようになっております。特に今回のステレット XF3 の場合、背部ブーストが非常に大きくなってて、今も展示ベースを使ってますけれども、何もなしで自立させるのは非常に難しいので、こういう時こそあると嬉しいですね。続きましてハンドパーツ、今本体についてましたが、指の揃った開き手、それ以外に4種類、非常に標準的な構成ですね。左側の方から開き手、握り手、武器持ち手、人差しの伸びた武器持ち手、ハンドパーツは合計5種類が付属します。続きましてフェイスパーツ、今本体についてましたが通常顔で、こちらが叫び顔ですね。まあ叫び顔といいますか、眉毛の位置からいきましてもびっくり顔って感じがしますね。でもう一個ありますのが、今回のキットの特徴的な表情ともいえるドヤ顔ですね。やはりこの表情パーツを見るとアニメに出てきたステレットを思い出します。フェイスパーツは担保印刷済みのものが合計3種類付属します。次にこちらが素体用の頭部ですね。ここまでの形状のものは完成させることができないんですけど、なぜ2個できないかと言いますと、この前髪パーツでね、表情パーツを交換するときに外す、このフェイスパーツの前側、頭髪の部分を外しますとこんな感じになっておりまして、まあ察しのいい方はお小好きだと思いますけれども、ここの本来ここにつくべきフレッシュカラーのフェイスパーツの土台兼、首の接続のボールジョイント抜けのパーツがないんですね。これが1個しかないものですから、ここの部分きっちり頭髪パーツが出来上がるのに、頭部がもう1個できないということになります。ちなみにツインテールは流用ですね。ただ私の場合、家の中砂漠ってましたら、もう1個、こんなようなパーツが転がって出てきましたので、ここにこんな感じで簡単に取り付けて、先ほどは撮影で利用したわけなんですけれども、この1個のパーツがもう1個付属さえしていれば、かなり簡単に武装用の頭部と、この素体用の頭部をこの1個のキットで往復できたんですけれども、やはり予算的にも難しかったんですかね。ただこれがあるとないとではこのキットの価値って大きく変わってくると思いますので、もし可能であればことぶきかさんの方には今後フレームアームズガールスティレット XF3 プラスプラスみたいな感じで、武装用の頭部と素体の頭部お手軽に往復できるようなキット出してほしいななんて思ってしまいました。次にこちらに置いておりますこの5つのパーツですね。これにつきましては、今ある XF3 の状態から、こちらのパーツに交換することによって、いわゆる無印のステレットにすることができるものになります。こちらが長いツインテールの頭髪パーツと、これが改めて見るとなんかクリンクリンで可愛らしいんですけども、ハイブブースター。で、こちらが胸部のアーマーパーツですね。まあ、今回こういったものはつきますよというご紹介だけなので、中途半端にしてみるだけして、塗装は全くしてありませんけども、で最後こちらが頭部の真ん中の、このブレードアンテナ部分ですね。これは5つのパーツに交換しつつ、本体の方から肩のこのドローンを取り外して、このウィングパーツだけにすることによって、無印のステレットにすることができます。次に武器類ですけれども、まず簡単にご紹介するものとしまして、右手奥の方、こちらがステレットの頃からついてきた、これ通常のガトリングガンですね。中途半端このところグレーで塗ってしまいましたけども、ここの部分でハンドパーツに取り付けて持たして、で重心はぐる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 回すことができます。次にこちらがハンドミサイル。で、ハンドミサイルにつきましては、今回もミサイルということで、こういった武装を付属するんですけれども、これをマウントしておくための土台は1個しか使わないものですから、ハンドミサイルを取り付けてステレットっぽくするときには、今ミサイルが付けてある方からミサイル部分を外して土台に取り付けて腕に装着させることができます。ではこのまま右横の方を順にご紹介してまいります。まずこの青いパーツが XF3 の背中にマウントしてありますハイブブースターのドローン型への組み替えの時に使用するパーツですね。今ジェット機の機種みたいなのが付いてるんですけども、それをこのパーツに取り替えることによってドローン型にできるということなんですけれども、個人的にいまいちこのパーツの用途というか必要性を感じないんですよね。まああればあった分だけドローンっぽくなるってことでしょうか。次にこちらのグレーの3つのパーツがハイブブースターをジェット機型にした時のランディングの車輪ですね。これが前輪のものと、これが後輪が2つですね。残りが XF3 になって、新規で追加された武装類になります。まず手前の方からこちらがブレードですね。腕部に接続して、この白い部分をこんな感じに展開させて、ブレードを外側に展開させることができます。ブレードそのものについては、シルバーで塗装しようかと思ったんですけども、塗装済み完成品も白かったようなので、そのままして、ちょこっとだけ墨入れをしてあります。次にこちらがミサイルですね。まあ、白い成型色で、この羽の部分とかグレーで、で、あとは墨色ちょこっとして、先端についてはシルバーで塗装してあります。大きさとしてはステレット無印の頃のハンドミサイルとそんなに変わらないんですけれども、デザインが凝った形状になりましたし、カラーリングもありますので、なんかこれはこれで非常に強力な武器になった感じがしますよね。次にこちらが主武装というところでしょうか。スマートガンになります。あ、こんな感じで、持った時はこんな感じですね。で、グリップ部分に角度変えるような可動があります。で、後でご紹介する大型ガトリングもそうなんですけど、今回のこの武器、腕にマウントする時のギミックとして、
ここのグリップでハンドパーツを持たすんですけども、ここのピンですね、先ほどご紹介したハンドミサイルとかマウントできるピン穴が腕の部分にあるんですけども、手首の角度か位置によってこのピンの部分をこんな感じでずらして位置を変えることができます。これによって手首の角度とかポージングに合わせて柔軟に腕に装着することができます。これいいですよね。装着もさせやすいですし、持つことによって手首の角度が完全に固定されるわけではないので、ポージングの幅も広がると思います。でこちら若干こういった黒いところとか墨入れをして、この輪っかのところ、本来の指定色は黄色だったと思うんですけども、個人的な好みで勝手にこんなゴールドで塗装してみました。で最後こちらが大型ガトリングですね。こちらも成型色がこのグレーなんですけども、この濃い灰色のところ、本来もっと塗るべきところあったんですけども、私の中途半端な実力ではこのぐらいしか塗れなかったので、ちょこちょことなんとなくな雰囲気で塗装してあります。でこちらも先ほどのスマートガンと同じくグリップ部分にはこんな風に角度変えることができるようになってまして、同じくこちらもこのピンの位置前後にスライドさせることができますので、手首の角度とかポージングに合わせて非常に柔軟な角度で手に持たすことができます。でこれもガトリングなので、この重心部分についてはこんな感じで回すことができるようになっております。ではスティレット XF3 本体ですけれども、その前にですね、私が持っております無印のスティレット、そちらを横を並べてみますとこんな感じになっておりまして、無印の方、肩に貼った白い水電車デカール、なんかわかんないんですけども、劣化して赤っぽくなっちゃいましたが、こうやって2種類改めて並べてみると、思ってた以上に違いって大きいんですよね。まあ正面から見ると主には肩の部分ですとか、胸部アーマーの形状、あとは頭頂部のこのブレードアンテナ的なものですね。正面から見ると背部のブースターについてはちょっと視野に入りにくいんですけれども、こういったところの違い、結構大きいと思います。ただデザイン的に下半身についてはほぼほぼ同じなんでしょうね。ただそうは言いましても、実は XF3 になってかなり改善されている部分があります。まあ、稼働についてまたでご紹介しますが、作っていく段階における成型色ですね、私の気づいた範囲で言いますと、ちょうど股間にありますここのちっこいウイングの生えているこの真ん中の縦長のパーツですね。無印の頃にはここのパーツっていうのは全部青い成型色で、真ん中で分割したモナカ構造になってたんですけれども、XF3 になりまして、青い部分は成型色でモナカ構造なんですけども、この上の黒い部分、これがパーツによって分化されてカラー再現できるようになっております。あと、地味なところなんですけども、このすねについています、この506とか書いてあるこのウィングのすねとの接続パーツのこの無印の方ではグレー、XF3 ではこの黒いものなんですけれども、これについては無印の頃からイラストとか塗装済み完成品を見ますと、ここのパーツ黒だったんですけれども、今回の XF3 ではカラーイラストの通り、ウィングの土台パーツもちゃんと指定と同じ黒くなっております。カラーについてはそのぐらいだけなんですけれども、こういった細かいところでも無印と比べて今回の XF3 地味にグレードアップしております。では改めまして、今回の XF3 近くの方でいろいろとご覧いただきたいと思います。一旦この点灯防止につけてありました食玩ベースを外しまして、お顔とかご覧いただきますとこんな感じで、まあやはりスティレットにつきましては、この頭部のこのブレードアンテナついてる部分ですとか、顎の部分のこのバーですね、こういったものが非常に特徴的なので、そこについては全く変わらず、どっからどう見てもスティレットらしい表情、特に今回の場合この通常側の口元が非常ににっこりしているのがかなり可愛らしいんじゃないでしょうか。では可動とか含めて上から順にご紹介してまいります。まずは頭部、やはりなんて言いますか、この巨大なこのブレードアンテナ部分ですね、かなり立派になりました。で頭髪、この2本のツインテールなんですけれども、無印の場合は単純なボールジョイントだけだったんですけれども、 XF3 になりまして、ツインテールの根元にこの青い髪飾りみたいなパーツがつきました。これによって頭部側とはボールジョイントで、この髪飾りの背のところに可動軸が設けられました。なので今回のキットの同梱されておりました無印の頭髪ですね、あれはボールジョイントだけなのでそんなに角度大きく変わらないんですけども、今回のこのツインテールにつきましては、ちょっとこの髪飾り避けておけば、頭髪については干渉を避けつつ、グイッとこんな上の方まで持ってくることができるようになりました。無印の頃にはここまでできなかったので、これはかなりの稼働の改善じゃないでしょうか。ダイナミックなポージングとか、まあ、スティレットは空飛んでることが多いので、そういった時のなびいた感じ、見事に再現できると思います。でついでなんで、このままハイブブースターご紹介しちゃいましたけども、こんな感じで折りたたまれておりまして、一旦これも外しますね。ここの部分、背中のジョイントの部分で外しまして、ここの接続のジョイントパーツを外して、でまっすぐ伸ばして、これでハイブブースターのまあ、ジェット形態ってとこですかね。そんな感じにすることができます。むちゃくちゃ凝ったデザインではないんですけれども、非常にシャープで洗練されてて、一昔前のシューティングの時期みたいなデザインしております。で、ブースターのここのジェットノズルのところにつきましても、3枚のパネル、稼働はしないんですけども、こういったものがついてますので、今回このブースターにつきましても、この翼のこの白いとこですね、ここは塗装しましたが、それ以外は進めるだけなので、お好きな方はこの後ろのブースターの真ん中、シルバーで塗装すると、よりかっこよくなるんじゃないでしょうか。で、またこちら、同じように、また角度変えて、畳んでおいて、ここにジョイントパーツをくっつけて、元通り背中に装着しておきますと言いますか、ちょっと邪魔なんでこのまま置いときますね。で、正面の方に戻りまして、肩、腕周り、
まあ、肩についてはヤズマガナ、この外側のこの黒いウィングについてはステレットの頃と同じで、ウィングと肩アーマーの間にこのドローンですね、これが装着することになりました。ちゃんとここにもなんかドローンらしいカメラがついてます。で、このドローンはこの外側の黒いところ、これはパーツの成型色で、こちらも同じくこのウィングの白いところは私ので塗装しました。まあもともとステレットは肩にこんなウィングとかついてたので、こういったパーツがつくのもしっくりくるんですけれども、デザイン性はともかく稼働の時にやっぱり干渉しがちではありますね。で、次に肩ですけれども、肩につきましてはボールジョイント接続。胴体側の向きに若干の前後稼働があって、少しこんな感じで肩をスイングさせることができます。で、隠れてますけど、ここの部分にロールがあって、肘については90度以上曲げれますし、手首については可動軸ジョイントぐるぐる回りまして、角度も大きく変えることができます。飛んでしまいましたが、頭部につきましては、他のキットと同じですね。頭部側がボールジョイント、首そのものも本体とボールジョイント接続となっております。で、次に胸部、胸回り。まあ、やはり何と言いましても、XF3 の場合、この胸部のエアインテークの形状が大きく変わりましたので、ここの部分普通にかっこいいんですよね。で、このパーツも無印と同じく、ちょこっとしたクランクで接続されてますので、この位置固定ではなくて、こんな感じで、上下とかに少しこんな感じで稼働させることができるようになっております。で、あと、腰部の部分に前後の稼働があって、あと少しこうロールができます。左右の傾きはないですね。で、次に腰部、腰回り。ここについても基本的なスカート周りの稼働は同じです。ここの飛行機みたいになっているところが前後に稼働して、スカートはフロントスカート側か左右それぞれ。で、サイドスカートについては、ちょっとわかりにくいですけども、このラインがあるものとないもの、1枚ずつが外側に稼働させることができます。で、あと股関節の接続の方法が、少なくとも私が持っているスティレットと比べてみても大きく改善しまして、私が持っている過去のスティレットのキットで言いますと、先ほどご紹介した無印のものと、あとは卵飛行機とのコラボキットと、赤色のブレイズ、ラジオ版って言った方がちょっとしっくりくる方もいらっしゃるかもしれませんけども、そういったスティレットだったんですけれども、そちらの股関節の稼働というのは、上下にスイングする軸に太ももが接続されていました。ただ今回の XF3 につきましては、左右それぞれ独立して高さが変えるような構造になってて、太もも側の方に稼働があるというような構造です。この状態、今両足押し込んでありますけども、向かって右側、左足を下げますと、この位置からこんな感じで少し下げることができます。こうすることによって、まあ、前側については、この部分を起こしつつ、スカートを展開しておけば、ぐいっと、前と、まあ、90度ぐらい。で、後ろにつきましても、おパンツパーツというかお尻がそんなでかくないので、干渉を避ければ、結構後ろの方にも持ってくることができますし、横方向についても、まあ、この辺の干渉を避けておけば、90度はいかないですけど、45度ぐらいですかね。このぐらい足を広げることができるようになっております。で、次に太ももについてます、このパーツ。これも基本的な構造は無印のものと同じなんですけれども、無印のものよりも若干この部分が柔軟にこんな感じで稼働させやすくなりました。範囲はそんなに大きくないんですけども、膝の稼働の干渉を避けるときに非常に都合がいいので、こういった柔軟な動きってのは非常にありがたかったりします。で、膝につきましては、二重関節、ぐいっと曲げれば、正座でくるぐらいまで曲げることができます。で、膝パーツにつきましても同じく、この部分から引き出して、ぐいっと曲げることができますので、まあ、この辺は無印のことは変わってないですね。大きく膝を曲げても、この膝当てのパーツを曲げることによって、膝のこのジョイントの部分をきっちり隠すことができます。あと、足首、つま先周りについては無印のものと全く変わってないですね。この状態から、後ろとか、前。前についてはちょっと小さめ。で、この車輪部分については、外側から後ろに展開させることもできますし、つま先もこの青いパーツですね、ここの部分で内外に角度を変えることができますので、足を大きく開いてもぴったり設置して立たすことができます。正直今回のこのキット、メインのカラーリングはまあ当然ですけどもステレットベースなので、イメージカラーと青が非常に鮮烈で、正直潜在画像の段階ではあんまり無印のステレットと大きな違いは一見するとなさそうに見えるんですけれども、やはり両肩についているドローンですとか、今一旦外しちゃいましたけれども、この巨大なハイブブースターですね、これを取り付けることによって非常に分かりやすいパワーアップしたスティレット、そんなのがきちんと演出されていると思います。まあ、このおかげでちょっと自立が難しいのはちょっと難点なんですけれども、まあ、専用の展示ベースがついてますからね、素直にそれを使えばいいんじゃないかなと思います。またちょっと自立できないんで、私の好きな無色透明な食玩ベースの展示ベースをちょっと活用させていただきますけれども、あと見た目上の大きな変化はないものの、地味に嬉しかったのは可動箇所の改善ですね。あ、一個ちょっと大切なこと忘れてました。腰部の可動なんですけれども、無印のステレットの頃には、要はこのスカート部分とパンツパーツの部分っていうのは一切可動がなかったんですけれども、 XF3 になりまして、スカート部分とパンツのところにも一個可動が組み込まれまして、この状態からちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけれども、このお尻の部分が前側にこんな感じで、お分かりいただけますかね、前側にスイングさせる可動が組み込まれました。他の振り金キットにはすでに組み込まれている可動ではあるんですけれども、先ほどご紹介した卵飛行機バージョンのスティレットとか無印のもの、あと赤いブレイズ、こういったものにはこの可動がなかったので、フレイマームズガールの中でもスティレット好きな方には非常に嬉しい改良ポイントだったと思います。
あとはまあやはりデザイン上仕方がないんですけれども、塗装済み完成品とかパッケージイラストの近い状態で仕上げようと思うと、やはりこういったウィングの白い部分ですね、まあ逆に肩はこれ青が成型色だったのが、この黒いところとか白いところ、下手くそなに私の場合今回などが塗装したんですけれども、こういったところを塗らなくちゃいけないっていうのは、まあ手間は手間なんですけれども、塗れば塗った分だけ、手間をかけたらかけた分だけ、よりスタイリッシュでかっこいいステレスに仕上がります。まあこういったプラモデルを作るときには手間を惜しんだらいけないというご意見も多々あると思いますけれども、そんな中でも細かいところでは成型色によってカラーを再現するところが増えたりと、シルエットは過去のものと全く同じでありながら、そういった細かい配慮もきちんと施してくれてるっていうのは、購入者側からすると非常にありがたい配慮だったりします。フレームアームズガール、スティレット XF3 プラスはこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりました今回のキットなんですけれども、やはりカイスガイスも素体頭部が丸ごとできなかったっていうのが惜しまれてならないですね。たった1個のフレッシュカラーのパーツだけなんですけれども、あれがもう1個ついてきたらなっていうふうに思えてならないです。まあこれについてはおそらくこう飛び屋さんの中でもつけるつけないっていうのが議論があったかもしれないんですが、たかが1個されど1個、いろいろ難しかったんでしょうねきっと。ただそういったことがある一方で、キットそのものとしては非常に素晴らしかったと思っております。 XF 専用の豊富な武装パーツ、両肩のドローン、巨大なハイブブースター、あと過去のスティレットと比べまして腰部周りの可動が非常に改善されてたっていうのも素晴らしかったと思います。そしてさらにさらに、 XF3 だけではなくって無印のスティレットにもきちんと乾燥できるパーツがついてくるっていうのは、スティコファンにはたまらないキットじゃないでしょうか。で、私の場合買ったはいいけども、それに安心してすっかり紹介が遅くなってしまったスティレット XF3 プラスなんですけれども、ネットの方、市場の方どうなってるかなって今調べてみますと、そこそこディスカウントされた価格で、まあまあ在庫があるっぽいんですよね。美少女キットがお好きな方、スティレットがお好きな方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。